電気機器学第11回目、中身が見える電気機器学、多例整流式の指導の様子。今回のテーマは、多例整流式の指導の様子です。まず解析モデルの紹介をし、続いて解析結果を示します。解析モデルは図のようになっており、今回は固定子に開示膜線、回転子に電気子膜線が巻かれた多例整流式となっています。正面からの図を見てみましょう。赤色のコイルが1極分の電気子膜線を表しています。各コイルは分布巻きで巻かれ、ブラシを介して電流が流れます。続いて解析回路を示します。今回のモデルは多例整流式であるため、開示巻き線と電気子膜線は別々の電源に接続されています。それでは始動時の時速変化の解析結果を示します。上のグラフは回転子の回転速度を、下のグラフは電気子膜線に流れる電流を表しています。開示巻き線および電気子膜線に直流電源が接続されると、鉄心に時速が流れます。この時、電気子膜線は分布巻きで、すべてのコイルが直列に接続されており、経路を作っていることから、高圧側のブラシの接触部から、接地側の接触部へ時計回りの経路と反時計回りの経路に分かれて電流が流れます。ブラシによって電気子膜線に流れる電流は回転角度によって変化しており、常に正のトルクを発生させるように整流されています。また回転速度が上昇すると、誘導起電力が大きくなるため、電気子電流は小さくなり、電気子反作用時速も少なくなります。